はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、インスタグラムで池江璃花子さんが、紹介してた、紹介してた、作ってた、スムージーっていうんですかね、ビタミックスっていう、なんていうんですか、ミキサー、なんかちょっと今風のなんかおしゃれなっていう言い方がもうおっさんなんですけど、こうなんか四角い、入れ物の下に黒い装置が備えられてて、ミキサーでしょうね、普通のね。だと思うんですけども、あれで、リンゴとバナナと、ヨーグルトと、人参と牛乳で、作ったよっていうやつを紹介してたんですよ、インスタのストーリーで。それをね、ええなぁと思って。で、ちょうど僕も今ね、野菜をミキサーにかけて、ね、スムージーみたいなの作って、ペースト状にして、食べてるのをやってるから、あ、これやったら俺にもできるんじゃないかな。材料をただ入れ替えるだけでしょ。やってることはいつもと一緒やし、と思って、やってみようかなと思っております。まあ、やります、今から。ね、美味しいと思うんですよ。ミックスジュースでしょ、言うたら。ね、バナナとリンゴが入ったらもう、バナナとリンゴ食が強くなるから、それはもう完全にミックスジュースやないかと思うんですけどもね、それでもでも今風な言い方やったらスムージーって言うんでしょね。スムージーやけど、うん、そのスムージーっていうものを生まれて初めて作ってみたいと思いますね。ダイエットにね、みんなスムージーとか作って食べるじゃないですか、野菜スムージーね。なんていうんですか、東京の港区の港区女子っていうんですか、知らないですけども、そういうその辺に住んでるその若いお姉ちゃんたちがやってる美意識高い系のね、食材じゃないな、食事方法やと僕は思ってるんですけども、でもそれでね、美しくなれるんであれば、それは僕だってやってみたいわけですよ、うん、何の話か分からなくなりましたけど、とりあえず今日は、スムージーを作っていきます。はい、じゃあ今からね作っていきます。まずね、人参、これ生で使うのはちょっとね、まずいと思うんで、火を通していきます。そのためにちょっとね、細かく切っていきますね。火が通りやすいようにね。まず洗わなあかんですね。で、皮を剥いていきます。皮を剥いたんで、で切っていきます。全部剥いてもうたら全部使わなあかんのかな、ま、ラップしたらいいか、今日半分だけ使うんでね、半分だけ切りましょう。全部ね、全部使ったら絶対多いと思うんで、スムージーですからね。最近ね、僕ね、人参ばっかり切ってる気するんですよね、気のせいかな。火ついたら人参ばっかり使ってるな思うんですよ。カレーも人参入れるでしょ、焼きそばも人参入れるでしょ。あと何や、まあ、カレーと焼きそばしか作ってないですけど、まあね、火が通ればいいぐらいなんでね、適当に。そんな時間かからないでしょうね。よし、半分やったらこんなの時間で済むんやな。じゃあこれをチンしていきます。火が通るまでとりあえずチンをします。その間にリンゴを剥きます。リンゴ、よく考えたらリンゴ使うの初めてやな。リンゴの皮を剥く、リンゴのカツラ剥きっていうんですか、カツラ剥きじゃない、リンゴの皮を剥くのしたことない気がするな。ピーラーでいいかな、包丁でやってみて
でき、またはピーラーでやってみます。はい、ピーラーでします。めっちゃ楽ちん。絶対包丁より早いやん、こっちの方が綺麗やし、ね、包丁で絶対せなあかんっていうルールなんかないですからね。いてます？皆さんの中でリンゴをピーラーで剥く人。動画映え、あ、なった。動画映えするから包丁でできた方がええんちゃうと思いますけどね、できへんことはこれでええんちゃうかと思いますけどね。人間の文明を、ね、ちゃんとね、使ってやった方がいいんちゃうかなとは思います。もう一回チンします。よし、うん、で、リンゴ、リンゴ、これを今ね、ミキサーにかけるから丸々やったらあかんからね。とりあえずミキサーにかけれるぐらいの大きさに切って8等分ぐらいしときましょうかね。頭とお尻と種ぐらい取っておきましょうか。なんかこんなんするでしょ、みんなね。もう一回、頭、お尻、種。そのね、僕も元気やったらね、元気ですが病気じゃなかったら、あの皮ごとね、いってたんですよ、昔は。そのね、皮をね、剥かないとね、あかんルールがあるんですよ、病気には。病気なんですよ、こういうね、まあ、骨髄移植を してる人がね。よし、できた。ということで、とりあえずもう、ぶちかましていきましょう、ミキサーに。先に、人参さん、入れます。いい匂い、火通っと柔らかくなってる。よし、で、リンゴもう一個全部入れちゃいます。はい、めっちゃ多いな、かさばるな。ええか。で、次はバナナね。バナナ何本なんやろ。1本、とりあえず1本でいいかな。作ったことないから分量が分かれてるからね。初めて使いますんで。バナナってね、こっちじゃないんですよ。こっちからね、こう剥くと2回ぐらいで剥けるんです。ちょっと3回になってしまいましたけど、まあ、適当で。で、ヨーグルト、ヨーグルトね、スプーン 150g って説明書には書いてましたけど、まあ適当で3スクールぐらいでいいかな。ああ、久々ヨーグルト匂い。はい、3スクール。で、次は牛乳入れます。はい、入れました。さあ、どうなるでしょうか。いいかな、これぐらいで。いきまーす。え、全然上の、全然上の方混ざらねんけど。ちょっと待って、そんなことある？でかすぎる？そんなことないよね。もう一回。できました。できましたよ。もういい匂い。もうバナナの匂いもするちゃんと。バナナ入れましたからね。いい匂いやな。今日はいつものコップがなかったんで、なんかシャレたコップ。シャレたコップなんかわからんすけど、見えるかな。こんなコップ、ね、使ってみます。さあ、池江璃花子ちゃん考案のスムージー。美味しいんでしょうか。分量は分かりませんけど、
本なんですね。いただきます。めちゃくちゃうまいっすやん、これ。やばいなぁ。やばいとか言うのと恥ずかしい。若者か、みんな。めっちゃ美味しい。すごいなぁ。リンゴ、バナナとか、フルーツ入れるだけで、こんな飲みやすくなるんですね。もうジュースっすやん、ほんまに。これは、ええわ。なんぼでもいけんなぁ。こんな美味しいんですね。これがスムージーって言うんですか？ほんまに美味しい。この前の野菜だけの、あの玉ねぎのね、味が強かったやつはもうえらい違いですよ、本当に。なんぼでも飲める。でもこれバナナ1本、人参半分、リンゴ1つ、ヨーグルトと牛乳を別々で食べたら、こんな風にね、がっつり体にこう摂取できへんのちゃうかなと思うんですけど、最高ですね、スムージーって。これはええわ。うん、なんぼでも飲めるけど、あの冷たすぎたらね、歯痛いから飲まれへんですけどね。でもほんまに美味しいです、これ。最高やな。うんま、これやったら子供もね、野菜とフルーツをミックスさせて、ミックスジュースか、それこそ。いや、スムージーやな。これがスムージーなんや。うん、スムージーです。何の紹介やねん。スムージーですね。うん、これやったら果物の栄養も取れるし、野菜の栄養も取れるしね、いいと思いますわ。でもまあ、この僕の今の体の場合やったら、あのね、フルーツ多めやったら、きっとフルーツの糖分とかっていうのがきっと強いというかね、高くなると思うんで、ね、これいっぱいやったらブク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 また太ってしまうかもしれないんで、どっちかやったらね、野菜を中心に、するほんまにあのダイエットスムージーっていうんですかね、あの港区の OL さんとかがやってるような、知りませんけど、聞いたことないか知りませんけど、なんかイメージでね、そんな人たちがやってるような、ダイエット方法、ね、スムージー生活っていうんですか、野菜生活やったらいけんちゃうかなって。ちょっとね、ちょっとのことなんですね。ちょっとのこのフルーツを入れるだけで、まあ、バナナ食がすごい強いんですけども、ね、でもほのかにリンゴの香りもするんで、リンゴとバナナって最高やなと思って、次はその、ね、野菜を中心にして、ね、バナナと、リンゴをちょっと入れてね、あの今日みたいにこう1本とか、あのリンゴ1玉とかじゃなくて、ちょっとずつ入れて、まあ、飲みやすくするようにしていこうかなと思っております。ヨーグルトも牛乳もあれば入れて、まあ、牛乳も常にあるんでね、牛乳は必ず入れていきたいところです。まあ、今日の感想はすごい美味しくて飲みやすかったです。あの池井理香子さんにね、感謝せなきませんわ。今日はそんな感じで以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。